はい、こんにちは。それじゃあ夏色ハイスクール続きやっていきましょう。今日イベント多いな。ナオミさんとなんだっけ、ヒカルちゃんだっけもあるのか。行こう。今日大変だな。あ、ちょっと待って、メールも来てるし、 2B でもなんかある。待てよ。はい、お、え、玉木ちゃんからすぐ体育館に来てくれって言ってる。今から、え、多分 2B なんか体育館行くか。玉木ちゃんから来てくれるまでずっと待ってますって書いてる。行こう。なんか罠っぽいけど、え、 2B のイベント、いや、どうなんだこれ。とりあえず玉木ちゃん行くか。玉木ちゃん行って、 2B 行って、報道部、あとヒカルさんとかもあるんだよな。ある。光ってる。やば、忙しいな。でもあれかな、なんかこのナオミ、でもナオミさんはあれか、あのなんだっけ、あのストーカーのやつとかかな。ストーカーの話なんかな。ストーカー裏ってどこだ、こっちか。え、でヒカルさんとナオミさんも攻略大社だから、攻略イベントってことかな。あ、玉木ちゃんいる。罠かと思ったのにいる。あ、いたいた、玉木ちゃん。メール見たよ。大事な話って、ここでルート分岐とか。ストップ、それ以上近づくな、この変態。っていうか、慣れ慣れしく呼ばないで。ちょ、呼び出したのは玉木ちゃんだよね。この距離でも話はできるもん。それとも何ですか先輩、耳が遠いんですか。まあ、遠くはないけど、聞き取るの下手なところあるかもしれない。いや、そんなことはないけど。とにかく男のくせに玉木の半径3メートル以内に近づかないで、バカが映るから。結構遠いな、3メートル。あとメグネーにも近づかないで、半径3メートル。ううん、まだ近い。3万キロメートル以内は接近禁止。遠いな。いや、それじゃあ地球上にいられなくなるから。いいから。かわいいな、なんか。とにかくあんたは玉木とメグネーに近づいちゃダメなの。そんだけ。っていうか、真面目に部活やる気もないのにメグネーにつきまとうとか、どういうつもりなの。いや、一応やる気はあるよ。うん、それはその成り行きというか、むしろ無理やり引き込まれたのは俺の方なんだけど。そんないい加減な気持ちなの。メグネーがどれだけ報道部のこと大切に思ってるか、あんた分かってないでしょ。分かってるよ。大体あんたなんかがメグネーの近くにいること自体、分不相応で不釣り合いなんだから。すげえ言われようだな。ひどい言われようだな。なあ、メグネーはね、いつも明るくて思いやりがあって、見ず知らずの他人のことでも親身になってくれる、とっても優しい人なんだよ。報道部のことだって誰よりも真剣に考えてて、みんなのムードメーカーだし、時々おっちょこちょいだけど何でもできるし、それに玉木のこと気にかけてくれるし、玉木のこと妹みたいだって言ってくれるし、玉木のお願いいろいろ聞いてくれるし。ベタボレだな。それにそれに、玉木のこと可愛いって、もうメグネったら褒めすぎだよ。でもでも、玉木もメグネのこと本当にお姉ちゃんだったらいいな、なんてキャッて言っちゃった。何これ。 あの玉木ちゃん、玉木ちゃん、何？今いいところなんだから邪魔しないで。はい。いや、なんか俺に話があったんじゃないの？あ、そうだね。あ、そうだった。つまりメグネーはあんたなんかが到底釣り合うはずがないぐらい素敵な人ってこと。なるほど。あ、うん、俺も三日月はいい子だと思うけど。なに、やっぱり下心があって近づいたのね。このエロガッパ、エロガッパひでえな。え、まったく、男はこれだから油断ならないのよ。幼馴染だかなんだか知らないけど、メグネーとイチャイチャして。イチャイチャしてないと思うけどな、そんなに。いや、別にイチャイチャした覚えは。嘘だもん、玉木知ってるもん。メグネーの取材を手伝うとか言って、すぐ二人きりになろうとするし。まあ、でも取材大将もいるからさ。きっと鼻の下ビローンって伸ばして、メグネーの髪とかクンクンしてるんだ。メグネーってばいい匂いするし。クンカクンカしないですよ。匂いって、俺は別に変態じゃないから、そんなことしないよ。そうだそうだ。ふん、どうだ
所詮男なんてみんな不潔なんだから。何かあったのか。ガサツだし暑苦しいし気は利かないし頭悪いくせに偉そうで自分勝手だし。その通りだな。でもまあ確かにその気はあるかもしんないな。なんか、うん、なんか男ってみんなアホかもしんねえもんな。いつもエッチなことばっか考えて好きあらばいやらしいことしようとするし、メグネにだってそのために近づいたんでしょ。まあ俺以外の男はそうかもしんないな。俺以外ね。だらしない顔してたまきのメグネにつきまとって、なれなれしすぎ、身の程を知れ、存在自体が超おざいっつーの。めちゃめちゃ言われてるな。あんたなんか顔も見たくないし声も聞きたくない、なんか臭いから近寄らないで。さ、傷つくな。え、やば、ちょっと待てよ。そりゃないだろって怒ると多分ダメだ。うん、ちょっとあの怖がるたまきちゃんを見たいっていうのもあるかもしれないけどダメだ。落ち着いて、落ち着いてっつも変か。ちょっと落ち込んで慰めておられ、そんなに臭いかな俺みたいな、いやそんな感じではみたいな、それでいこう。そんなに臭いかな。それはちょっと言い過ぎた。あほらね、これよこれ。そっか、よかった。でもそんな風にすぐ間違いを認めるなんて、たまきちゃんも意外と素直なんだね。意外とっつはダメなんじゃない、大丈夫。いいでしょ別に。っていうかたまきはいつでも素直だもん。だからこうしてあんたに文句言ってんの。やべえ。メグルート行こうと思ったけど、なんかたまきちゃんルート入ったかもしんない。なんかすげえ好感度上がってる。おお、確かになんかそこで納得されるのも尺なんだから。あれ、あははははは、大丈夫かこれ。笑ってごまかすな。とにかく、はい、あんたには最初にはっきり言っておくけど、たまきのメグネに男なんていらないの。うんうん、あんたなんかに、あんたなんかにメグネは絶対に渡さないんだから。めっちゃ可愛いな。なんだこれ、この生物可愛すぎ。あ、行っちゃった。あ、たまきちゃん行っちゃったか。なんかすごい剣幕だったな。最初から歓迎されてのは知ってたけど、ずいぶんと嫌われたもんだ。どうしたもんかな、どうしたもんかね。あ、すげえ可愛かったな今のイベント。あ、たまきちゃん可愛いんだよな。うん、でもめぐちゃんルート行きたいんだけどな。最初はなんかその王道ヒロインみたいなさ、サンダースさんとかもあるし、 2B もあるし、報道部は、報道部はあれか、取材なんかな。あー、メグンの取材があるな。でも 2B に行くか。その多分取材だとそんなに遅くなってもイベントはあるんじゃないかな。 2B の方のイベントはなんか時間が限られてそうな気がするから、こっちから先行こう。あ、ちょっとねえ。あ、兵道さんだ、壁と話してる。俺？そうよ、あんたよ。ちょっとこっち来て。何？なんで命令口調？なんで？なんかした？何か用かな？なんか用？あんた、夢校に来る前はどこの学校だったの？え、どこだったんだろう？え、なんでそんなこと聞くの？はあ？質問してるの、私なんだけど。怖っ、この子怖え。俺、答えなきゃいけない義務があるのかな。何その態度、ムカつく。お前今のは態度悪いと思う。俺もそれはお互い様だよ。あ、こいつ感じ悪いな。転校生のくせに生意気よ。では、いや、じゃあ謝っとくか。もう行くよ、またイベント終わっちゃうから謝っとこう。ごめん。ふーん、そこは素直に謝るんだね。前の学校ってどこだったの？虹色第二高校、すげえ名前だな。虹色第二って進学校じゃなかった？あんたもしかして頭いいの？俺頭いいの？俺クソバカと思ってんだけど。そんなことないって、中学からの繰り上がりだし、ここの方がよっぽど偏差値高いと思うよ。またまたご謙遜をね。なんでこっちに転校してきたの？ちょっと問題起こしたかもしんない。もしかしてこれって取り調べか何か？まあそんなの、
としては新しい生徒の情報を少しでも仕入れておかないとね。なるほどな。何やらかしたんだろう俺。でもなんか親の引っ越しとか言ってなかったっけ。ふう、キーンとは関係ない気がするけど。で、答えは？それは親の仕事の都合だよ。父親が転勤になったんだ。夢島？本土？本土じゃない？島だったら通学楽だったんだけどね。じゃあ家は本土なんだ。まあね、何ヶ月だけの仮住まいだけど。そっか、3ヶ月か。朝とか何時の電車で来てるの？え、わかんない、7時半とかじゃない？え、8時半過ぎに着くやつだけど。帰りは？え、まちまちだな。なんかもう4時ぐらいに帰る時もあるし、6時ぐらいになる時もあるもんな。なんでそんな細かいところまで。だいたい7時とか。あ、でもあんまり決まってないかも。7時に帰ったことはねえな。そうなんだ。あれ、何か部活とか入ったんだっけ？報道部よ、報道部。天下の報道部だけど。報道部？え、何？あんなもうすぐ同好会落ちしそうな部活なんかによく入る気になったもんね。あ、もしかしてそれで無理やり入れられた口とか？あ、まあそうだな。すげえな、鋭いな。意外と鋭いんだな、兵藤さんって。でも確か報道部って女子4人だったわよね。うん。ああ、そういうこと。草食系みたいな顔してるくせに、このエロ男子。違うよ、違うよ。でもギャルゲーってさ、こういう時になんか兵藤さんしか見てないよみたいなこと言ったら、兵藤さんルートに入ったりするのかな。エロ男子ってなんだよそれ。女ばっかりの部活にしれっと入って同好会打ちを回避した功労者になったんでしょ。そりゃモテモテでしょう、ね、どうだろう。どうだろう、メグ以外からはあんまり好感度高くないからな。そういうんじゃないってば。だいたい初日から1年の子には嫌われたみたいだし、3年の部長は厳しそうだしで、結構大変なんだよ。じゃあやめれば。え、そんな簡単に、はい、やめますって言えないよ。ねえ。そう。じゃあせいぜい頑張るのね。なんか、トゲあるな。もしやめる気になった時は言って。そしたら、風紀委員に入れてあげてもいいわ。優しい！なんだこの子。はあ、それはどうも。じゃあ、今日はもういいわ。またね。バイバイ。なんか優しいぞ、この子。想像の5倍ぐらい優しい。なんだったんだ、結局。え、なんかもっとね、ツンケンしてるやべえやつかと思ったんだけど、壁に話してるし、なんか優しかったな、みんなこうやってる。え、じゃあメグの取材と、ナオミさん、でもナオミ、あ、ごめんって、ごめんって、ナオミさんの方行ってもいいけど、ヒカルさんとか、あれ？でも報道部でなんかイベントになってる。失礼します。大神先輩、こんにちは。あれ、大神先輩、こんにちは。あなた、ちょうどいいところに来てくれたわ。何？え、何ですか？ちょっとお願いがあるのよ。お願い？どういうご用件で？幽霊を探しに行くの。一緒に行ってもらえるかしら。幽霊って、この間から取材している。どこにいるか分かったんですか？これ行くべきなんかな。目星はついたってところかしら。だからそれを確かめに行きたいのよ。どう？ついてきてくれる？どうしようかな。大神先輩ルートの時に行った方がいいのかな。いや、でも、いや、気やるな。大神先輩の頼みとあらば。当たりません。お供させていただきますよ。まあ、ありがとう。あなたならきっとそう言ってくれると思ってたわ。だろ？それで、その幽霊はどこにいるんですか？どこにいるんだ？それは言ってからの、お、た、の、し、み。え？本当に連れてってくれるの？ぶん投げね？ゾクッとした。今なんかゾクッとしたよ。で、いつ行くんですか？今よ。これから。すぐに。メグの取材イベントもあるんだけど、まあ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 。ちょっと待ってください。心の準備が。心の準備なんて
あってもなくても同じよ。どんなことにも動じない心が大切なのよ。そんなもんなんかな。その動じない心を今すぐ貸してください。俺のと取り替えますから。やっぱりあなた面白いわ。私の目に狂いはなかった。ちょっと好感度上がってんのかな。大神先輩のお眼鏡にかなったのは光栄ですけど、買いかぶりですよ。そんなの買いかぶりでも猫かぶりでもいいのよ。皮かぶりはちょっと嫌だけど。おいおい。どういうことだ。ちょっと俺には分からんぞ。なんだ皮かぶりって。あ、何の話ですか。何の皮をかぶってるんだ。こっちの話よ。さ、もう行きましょう。行くか。どこの何か今心に刺さる言葉を言われた気が。大丈夫よ、正常よ。あ、ぶん投げやがった。お前どこ行くか教えろよ。ぶん投げんな。どこ行くんだよ。廃墟、母ヶ岳にあるドリーム牧場の近く。廃墟マップ。廃墟ここか。遠いな。自転車で行くか。二人乗りできるのかな。何の川だろう。ちょっとわかんないな。 AB 型ってよく違反されやすいんだけど。引っかかっとる。血液型だけで何がわかるって言うのかしら。確かに O 型はガサツだとかなんとかってよく言うけど、そうなんかなって思っちゃうよね。そんなのなんかその誰にでも当てはまるんじゃないのっていう。乗りたいな。え、あ、え、あ、え、自転車のチュートリアルやらんかった。やったんだっけ。はい、なんかあの出発ん、あのあれか、ディスク排出したからなくなったんだっけ。べっ出発。こうか、こうすればいいんだ。二人乗りしてる。ほらほら、いいだろ。ほらほらほら、あなた大丈夫。え、何が大丈夫じゃ。フラフラしてるからこうやって、うらうらうら。私三半規管は丈夫なの。あ、そうなん、三半規管丈夫。俺全然ダメよ、すぐ車酔いとかするから。あ、すごい抱きついてる。見て見て、ほら連打で速くなるのよ。そんな速くないよな。いい気持ち。ほんと？そう、どう、二血やってるよ。ほんと、全男子高生の憧れかもしんない。もう俺は、そろそろ安全運転で。安全運転じゃないのこれ。だって遅いもん、この長押し。俺も長押ししてるよ。ん？あ、一回なんかダッシュボードに入ったら長押しでもいいのかな。アッシー君、頑張って。誰がアッシー君じゃ。そろそろ安全運転でお願い。安全運転じゃないのこれは。早いってこと？でもまあいいんじゃないの。ドリーム牧場のところ廃墟、この辺か。あ、いや、まだだな。結構遠いな。アッシー君、頑張って。アッシー君じゃないのよ。これあれだな、メグのイベント謝罪できるかな。なんかそのアッシー君、頑張って。アッシー君、アッシー君、うるせえな。なんだっけ、謝罪をしないとダメ？なんかそのヒロインの取材はやろうみたいなこと言ってたもんな。この辺か？はい、今日。あ、あれかな？あれっぽいな。どっかから登っていくのか？私、9月生まれなのにどうして弥生なのって母に聞いたら、私だって5月生まれなのに葉月よって言われたわ。その話、前も聞いたもんな。すげえ。お父さんとママチャリみたいなんで登ってるよ、二ケツで。こいつやべえな。ロード出ろよ、ロード。頑張って。ちか。いいわよ。え、あ、あれかあれか。見えてる見えてる。これだな。でも確かに幽霊とかいそうだもんな。降りる。お疲れちゃん。ある。行こう。失礼します。誰かいますか？いないな。大神先輩、本当にここなんですか？そうみたいね。そうみたい。
あの特に変わったところもない、ただの廃墟みたいなんですけど。そうかしら。え、あ、何、何か落とした？今のは何ですか？変な音がしましたよ。あら、あなたには見えなかったの？何が見えてんの？見えて何がですか？いやいやいや、ちょっと待ってください。あえて聞かない方がいいということも世の中には存在するはず。確かに。大神先輩、そろそろ帰りましょうか。うん、どうしましょう。もう時間も遅くなりますし。うわ、なんかまだ落としてない。なんかキーキー言ってるな。相変わらず面白いね。なんだ、いるのか本当に幽霊が。ちっとも面白くありませんよ。もう帰りましょう。いや、今すぐ帰るべきです。え、何この BGM。 すみません。え、空耳だ、空耳。俺は何も聞いてない。何も聞こえないぞ。こんにちは、はじめまして。え、あ、なんか別に幽霊とかじゃないんじゃないの。こんにちは。大神先輩、一体誰と話してるんですか。ここはやばいですって。早く外に出ないと。え、本物。あなたは外で待ってていいわよ。私はここで少し話をしていくから。え、でも本当に幽霊だったら見てみたいもんな。残るか。ああ、もう分かった。分かりましたよ。俺もここに残ります。残ればいいんでしょ。残りましょう。残らなくてもいいって言ってるのに。変なところで俺も幽霊いるんだったら見てみたいしな。合同です。ええ、合同です。とも、なんと言われようと俺はここに残ります。大神先輩一人をこんなところに置いてなんていけません。ありがとう、優しいのね。建前な。俺は幽霊見てるだけだから。スッと空耳再び。ごめんなさいね、こちらだけ盛り上がっちゃって。あなたをないがしろにしたわけじゃないのよ。分かってくださる？背後にいるとかじゃないんだ。はい、ありがとうございます。割り込むか。聞こえない、聞こえない。まずはお互い自己紹介といきたいのだけれど、若干一名面倒なのがいるからちょっと待っててくださいね。何面倒なのって。え、あ、はい。ちょっとじっとしてて、動かないで。え、何するの？何するんですか先輩。はい、何なんだ今日の大神先輩、ちょっと変だぞ。え、何、何やってんの。何同慢性慢えいって。え、今何をしたんですか。えな、ま、いや、なんかいるな、幽霊。いや、でもだいぶ可愛いぞ、なんか。うわーってほどでもないんだが。いや、まあ、なんか向こうもちょっと驚いてるっぽいし、死に装束っていうか、なんかバスローブっぽいし。そこに女の人が、じゃなくて女の幽霊がいるって。幽霊か、これバスローブじゃないの。さ、これで話がしやすくなったわ。ちょっと待ってください、これってどういうことなんですか。一体俺に何をしたんですか。見えなきゃ見えないでうるさい、見えたら見えたでうるさい。お前、男の子なんだから少しは我慢なさい。ママごめん。我慢とかそういう問題じゃないですって。君が悪いじゃないですか。すみません、君が悪くて。ごめんって。え、あー、いやー、ごめん、別にそういうつもりじゃ。あれ、でもこの子さ、攻略対象にいなかったっけ。うるせえな主人公。やかましいやつだな。こら、こんなに可愛らしい幽霊さんに対して気味が悪いとか大声出したりとか失礼でしょ。幽霊にさん付けする人初めて見たかもしんないね。幽霊さん、ごめん。そんな可愛らしいだなんて、お褒めいただきありがとうございます。この子ルートもあるのかな。それから驚かせてしまって本当に申し訳ございません。いいえ。ずいぶんとしっかりした幽霊さんですこと。なんだか
育ちの良いお嬢様って雰囲気ね。そんなことありません。私なんか田舎者だし、気量も良くないし、こんな年で化けて出てるし。こんな年って何歳なんだこの人。18歳とかに見えるけど。そんなに自分を卑下しなくてもいいのよ。大丈夫、自信を持って。はい。幽霊を励ましてる。やっぱ大神先輩はただものじゃないよな。そうだな、そんなやつ初めて見たもん。そうそう、自己紹介の途中だったわね。私は大神弥生と言います。よろしくね。よろしくお願いします。私は出雲菊と申します。以後お見知りおき願います。菊ちゃん、結構なんか昔の人っぽい名前だな。お菊ちゃんね、かわいい名前。ほら、あなたも名乗りなさい。あ、はい。お菊ちゃんっていきなりそんな呼び方。結城遥です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。すげえナチュラルに話しかけてくんなこの子。それで、あの、お二人は今日どうしてここへいらしたんですか？そうだね、お菊ちゃんに会いに来たのよ。そうか、そうなるのか。え？私にですか？そうよ、最近この辺で幽霊が出るって聞いたから、ぜひ会いたいなと思って、こうして二人でやってきたのよ。わざわざ私なんかに会いに来てくださって光栄です。ありがとうございます。割り込むか。その前にちょっと聞きたいんだけど、キクさんは本当に幽霊なんですか？実はここに住んでいる普通の人間とかでは、まあ可愛いし普通の人間っぽいもんな。ないわね。あら、大神先輩、俺はキクさんに質問をしてるんですけど。弥生さんの言う通りです。どうやら私は幽霊になってしまったようです。そっか。その証拠はどうして自分が幽霊と言い切れるんですか？そう思ってるだけのアレな人かもしれないですよ。失礼だな。アレな人？それってどういう意味なんですか？初めて聞く言葉です。気になります。あ、グイグイ来ないで。いや、それはピーとか入る感じの言葉なので、これ以上の説明は差し控えてさせていただきます。そうだね、俺も言えないもん、それピー入っちゃうもんね。アレな人ね。うん、ちょっとピーよ。ピーン。からかうな。俺で遊ぶな。大神先輩楽しんでるでしょ。その顔は絶対楽しんでる顔だ。あなたも少し考えて話したら。お菊ちゃんは幽霊なんだから、だいぶ昔に亡くなったのかもしれないのよ。なるほどな。その現代の何、そのあれを知らんと。もしかしたら江戸時代とか戦国時代に生きてた人なのかも。そんな人にあれとかピーって言ってもね。なんか弥生先輩がそれ言うと卑猥だな。なんか、あ、なるほど、そうかもしれませんね。ちなみにキクさんはいつ頃の人だったんですか？私の時代は明治という年号でした。明治か、そんなに昔でもないな。明治時代？すごいわ。今生きているお年寄りだってせいぜい大正末期生まれがギリギリ寿命のラインは。そうなんだけど、なんかそのね、江戸時代とかって言ってたからさ、そのね、前提がだよ。まあまあだな。昭和初期生まれすら貴重な現代で、明治時代の生の人間と話ができるなんて。正確には人間じゃなくて幽霊ですけどね。っていうか、大神先輩やたらテンション高いっすね。そういうキャラでしたっけ？私は生来こういうキャラよ。ほんまかいな。あの、たびたびすみません。今のお二人の会話の中でわからない言葉がいくつかあるのですけど。何？昭和とか平成とかってこと？それはエギリスとかメリケンのような西洋の国の言葉なのでしょうか？メリケン。お菊ちゃん、なかなか勘がいいわね。そうよ、アメリカやイギリスで使われる英語っていう言葉なの。英語？何の話してたんだ俺。昭和とかの話じゃないの？今の日本では英語も日常的に使われてるのよ。中には日本国内で独自の用途に変化した和製英語っていう言葉もあるの。確かにあるらしい。あるらしいというかあるね。そうなんですか？日本人も普通に英語を話しているなんて、なんだか感動します。
せやろ。そう言われると俺も英語が喋れてる気分になってくるな。素敵です。あら、いやそれほどでも Thank you。 バカだなこいつ。はいはい、おめでたいわね。あしらうな俺を。あしらうんじゃねえ。ところでお菊ちゃん、いくつか質問してもいいかしら。はい、私で答えられることでしたら何でも聞いてください。なんだろうな質問。お菊ちゃんはここに住んでからどれくらいになるの？はい、もうかれこれ三月ほどになるでしょうか。気がついたらここにいたんです。それもまだ3ヶ月とかなんだ。気がついたら？そうなんです、長い間眠っていたような感じがあって目が覚めたらここにいたんです。そういうパターンもあるんだ。何か訳があるのかしら、この時代この場所である理由が。あの、私からも質問があるのですけど。うん、いいわよ、お菊ちゃんもいろいろ気になるでしょうから何でも聞いてちょうだい。お二人はどういう関係なのですか？もしかしてそのいいなずけとか。あ、違うな。違うよ、違います。大神先輩とは部活の先輩後輩の間柄であって、決してそのような男女の関係では部活とか通じねえだろ。まだないわね。え、まだ？まだということはいずれはという関係なのですね。何それ、いずれも子連れもありません。すげえな、拒否してるな。大神先輩も適当なこと言わないでください。そうかしら、未来の可能性については誰も否定できないと思うけど。こっから大神先輩ルートに行くかもしれないもんな。早死にして幽霊になって化けて出る未来もあるかもしれませんよ。おきくちゃんが言うとシャレにならんよな、ほんと。笑えないよ、きくさんだよな。本当のところは私たち学校の先輩と後輩なの。彼が高校2年で、私が一つ上の3年生。今の日本の高等学校は3年生なのよ。私の時代は小学校を出た後、高等女学校が5年間ありました。私自身は通うことができませんでしたけど。確かに女学校って聞くけど、男子学校みたいなの聞かんから、まあ男子はあれなんかね、小学校出たら、なんかこう、働いたり、兵隊さんとかなんかな、その時代って。だから、皆さんがとても羨ましいです。しかも、男性女性が一緒だなんて、きっと毎日が楽しいでしょうね。楽しいかもしんないな。いやーそれはどうだろう。現代は現代でいろいろ大変でさ、受験勉強とか格差社会とか就職難とか。その問題わかんねえだろお菊ちゃん。まあ菊さんにはわからないかもしれないけど、明治時代とは日本も全然変わっちゃってるんだよ。そういうものなんですか。でもそれでしたら今の日本についていろいろと教えてください。うん、まあまあ、だってそら、その全然変わってるって日本語おかしいもんな。全然変わってないが正しいもんな、きっと。多分全然をつけるんだったら前に。あ、いや俺も実はそんなに詳しくなくって、だからそのね、大神先輩。頼むよ。その流れで私に話を振る、本当に適当なんだから。弥生さん、よろしくお願いします。お願いします。そうね、でもそれはまた今度にしましょう。いきなりたくさん詰め込んでもかえって混乱しちゃうでしょ。はい、お気遣いいただきありがとうございます。少しずつで結構ですから、これからもよろしくお願いします。これからじゃあここでなんかイベントが発生するとかあるかもしれないってこと。こうして、キクさんとしばらくの間話をして分かったことは、キクさんは幽霊になって出てくる前後のことをあまりよく覚えていないということ。3ヶ月の間、夜は外に出て散歩をしながら、島の様子について一通り把握をしたこと。昼間は外に出られず、生きている人間に乗り移るようなこともできないらしいこと。自分はこんなままの状態でいつまでいられるのか、何のために幽霊になったのかが分からず、不
不安な日々を送っていたということ。幽霊なんて最初は怖さもあったけど、話しているうちにキクさんの人柄が分かってきて、なんだかいい人だなって、あ、いや、いい幽霊だなって思うようになって、キクさんのために役に立ちたいという気持ちも普通に湧いてきてしまう自分がいた。あら、キクさんルート丸ってことかな。夕方になってる。長居をしてしまったわ。そろそろおいとましようかしら。もう帰ってしまうんですか。残念ですけど、無理にお引き止めするわけにもいきませんね。確かに。でもまあ、こっからがこのね、おきくちゃんからすると活動時間だもんな。あの、また来てくださいますよね。うん、もちろんよ。ね、うん、来るよ。うん、お邪魔じゃなければ。邪魔だなんてとんでもないです。私、こんな風に誰かと話せるなんて二度とないんじゃないかって思ってたんです。うん、ですから今日はお二人に会えて、たくさんお話ができて本当に嬉しくて楽しかったです。ありがとうございます。いいえ、私も楽しかったわ。またお話ししましょう。はい、私待ってます。俺もまた来ます。はい、きっとですよ。約束ですよ。うん、あの、頑張って来るね。ちょっと遠いけど、ここ。それじゃ、さようなら。さようなら。じゃあな、バイバイ。大神先輩、お疲れ様でした。まさか本当に幽霊がいるなんて。あ、そうだね、あの子幽霊か。頭からすっぽ抜けてたけど、最初幽霊の噂を探してて、おきくちゃんになっちゃったんだもんな。そうね、私も半信半疑だったのだけれど、すごいスクープよ、これは。スクープにするの、これ。これ記事にしちゃうんですか。まさか、しないわよ。こんな面白いこと、わざわざ他人に教えるようなことするもんですか。ですよね。報道部なのに。あれ、なんだか大神先輩の行動原理が少し分かりかけてきたような気がします。そう、あなたも成長したのね。嬉しいわ、先輩として。何それ、変な品を作らないでください。勘違いするじゃないですか。してもいいのよ、かんちがい。何それ、だからしませんから。この人はこういう人なんだ、諦めよう。でもこの人が出れるっていうルートもあるってことだよね、きっと。それはそれで面白そうだよな。ところで大神先輩、本当にまたここへ来るつもりですか。そうだけど、どうして。まさかとは思いますけど、一応気をつけてくださいね。向こうにその気がなくても取り憑かれたり、悪い影響が出たりするかもしれないじゃないですか。まあ、あるかもしれないね、それは。心配してくれてるのね、ありがとう。でも私は平気よ、巫女だもの。多少のことなら自分で対処できるわ。まあそりゃそうだな、俺より強えもんな。多少のことですか。できれば、できれば何事もないのを祈りますよ。そういうあなたはどうするつもり。おきくちゃんと約束したじゃない。まあ暇な時に来るよ、イベントがない時とかさ。そうなんですよね、つい勢いで約束しちゃいましたけど、本当のところはよくわかりません。また来て話したい気持ちもあるし、なんか不安な気もするし。ここでそれ話してたらさ、聞こえねえ、キクちゃんに。大丈夫かな。おきくちゃん、悲しむの。ですよね。好きにすればいいのよ、誰もあなたを縛ることはできないんだから。そっか、はい、わかりました。もう少し考えて決めようと思います。あ、写真撮るの忘れてた。写るんかね。撮っても写るかどうかわからないわよ。だよな。さ、帰りましょう。入るか。幽霊いたけど、なんかその思ってた幽霊じゃなかったな。ただの可愛い女の子だったな。
そんじゃ学校に帰って、一応ナオミさんのイベントとヒカルさんのイベントとメグのイベントと、あとカオルコさんのイベントもあった気がするんだよな。それ今日中には多分無理だから、メグのイベントだけ見て、メグのイベントだけじゃない、メグを優先にして他の方行こう。うん、まあさ、メグというか報道部優先な。うん、報道部の方に行こう先に。でも思ったより時間かかったな、玉木ちゃんのあのイベント。いやでもな、可愛かったしな玉木ちゃん。まあでも弥生さんルートだ。さあ、そうだから、ほら、おきくちゃんのあれあるじゃん。だからおきくちゃんのルートもあるんじゃないのかなって思うんだけど、多分メインは報道部じゃないかな。違うのかな、サブヒロインとかじゃないのかな。おきくちゃんとかなおみさんとかはさ、悩むな。なんかどれもこれも面白そうなんだよな、そのルート的にさ。めぐちゃんルート、まあ一番そのさ、ストーリーの面白さで言うとめぐちゃんルートが今何にもないんだけどあの特にさ気になるとかではないんだけど、そのまあ過去どんなことがあったのかとかは気になるけどさ、そのめぐそのあれは。でね、弥生さんルートもなんか島の神様みたいな話っぽいから気になるし、おきくちゃんも気になるし、悩むなぁ。玉木ちゃんは可愛いし、悩む、すげえ悩む。カオルコ先輩はまだよくわからんのよな。ただこんな時間から取材ってあるんかな、一応見てみるか。あ、ないか。あ、そっか、ないか。まあまあ、まあ、取材って次の日になると対象変わるのかな。まあなんか予約してるというかアポ取ってるみたいなこと言ってたから変わるかもしれないな。今日はなんかね、なんか山岳部でみたいな。あ、でも直美さんあるな。直美さん行ってみるか。ちょっとあの藤谷くんだっけ。いや直美、調子はどうかな。やべえ、覚えられてね。もう忘れられてた。ん、あら、よく見て。あ、思い出した。そういえばメグの隣にいた気がするねそうそう、思い出してくれてよかったよ。そんな認識なんだ。ゾーリー、ついうっかりした。てっきりクセモノかと思った。クセモノ、クセモノってことはないでしょ、さすがに。それならうっかりもの？うっかりものはナオミさんよ。うっかりはナオミの方でしょ。報道部の結城はるかだよ。前に取材したの覚えてるよね。 Of course! You はメグの腰巾着ミは覚えてるねそう腰巾着だと、そりゃあんまりだ間違ってない。まあまあ、でもあんまり話せなかったし仕方ないかな。こんなに地味だったかな。俺なんか目音漫才したのに。ユーは今日も取材に来たか。オッケー、いつでもウェルカムね。何でも聞くといいね。今日は取材じゃないんだ。いや、今日は取材っていうわけじゃなくて、近くを通ったからちょっと行ってみただけだよ。なんだ、そうか。それならユーに用はない。時間の無駄。あ、悲しいそんないきなり不機嫌になるなんて、意外と取材楽しみにしてたのかな。そうなのかな。用がないなら早く帰る、トレーニングの邪魔。ごめんて、男がスタッ、実は今日は取材の下見だけのつもりだったんだけど、このまま取材させてもらって大丈夫かな。おい、おう、やっぱり取材だったか。それなら大丈夫、早速するよ。何でも聞くといいね。いいのかな。やっぱり取材じゃ喜んでくれてるな。それじゃあ早速、なんか職権乱用してないかな。
く上の女子。いやいや、でもどうだ、ナオミさんだったらなんか教えてくれそうな気がするんだよな。ちょ、聞いていくか。メグいねえしな、今。聞いてみようぜ。じゃあ、ナオミの3サイズを教えてくれないかな。どうだろう。それは、チュアリーディングの取材と何か関係あるか？あ、やべえ。なんか、こんな子を騙すのよくないな。関係ないよな。それは、ああ、うん。チアリーダーたちの魅力的なプロポーションも強力なアピールポイントになるんじゃないかな。なるほど。人に見られて何本のチアリーディング。オッケー、みんなに聞いてくるね。ちょ、ナオミだけでいい、ナオミだけでいい。みんなに聞くと、あの、ダメ、あの、こいつら多分わかるから。あ、ちょっと待った、みんなに聞く必要はないかな。なぜ？さっきユウが言ったことと矛盾する。他のみんなはまだ練習が必要だから邪魔しちゃ悪いし、とりあえず部長であるラミが代表して答えてくれればいいんだよ。うん、そうだよ。そうだよ。よし、これをあのフチヤ君に4万ぐらいで売ろうぜ。そうか、わかった。ユウはなかなか親切。やべえ、胸痛え。そうでもないよ。で、ナオミの3サイズは？ユウの顔がさっきまでと違うのはなぜか。やはりユウはクセモノか。違う、クセモノじゃないってば。まずい、ついニヤニヤしてしまった。抑えろ、金がかかってるぞ。これを売れるんだぞ、お前、情報を。今のはどこかで見たことのある顔。思い出せない。思い出さなくていいよ。確か良いではないかの顔。イエス、思い出した。良いではないかの悪い顔ね。どこでそんなの見るの。え、そうなの。そっか、ナオミの変な日本語は時代劇とかその辺から来てるんだな。時代劇好きなんだ。悪い顔は信用できない。だからミーは答えることはできない。え、そうですか。あと一歩だったのにな。くそー、フチヤ君に売れるのにな。あ、練習してる。こんな感じでよかったか。チアの魅力アピールできたか。うんうん、まあ守備は上々だね。オッケー、ミーはそろそろトレーニングに戻るね。ありがとう。あ、そうだね、練習の邪魔してごめん。今度また来てもいいかな。イエス、いいと思う。バイバイ。優しい。くそ、あと一歩だったのに。さすがにもう覚えてくれただろうな。よし、そのうちまた来てみよう。よし、じゃあ、あと陸上部の子にも行ってみよう。そう、もうちょっとでフチヤ君に売れる情報が。すまねえ、フチヤ君。フチヤ君だっけ、なんか違かったっけ。ヒカルさんもあったと思うんだけど、でも光ってないってことは時間がもうダメだったってことかな。あー、時間切れか。光ってないもんな。どうしたの？だよな。どっちかって言うとヒカルさんの方がナオミさんより俺好きだから、こっちの方行けばよかったかな。一応メグとかも見てみる。さすがにこの夕方になってっていうのはないと思うんだけどな。おい。いや、ぶつかってきたのそっちじゃん。この子は？何？あ、この子あれだ。チョドさん探してる可愛い子だ。チョドさんでもなんかなんだっけ、俺と話してどっか行っちゃったんだよな。ゴブ。ないか。あ、しゃあね。今日はまあでも、うん。幽霊の噂とか、玉木ちゃんとちょっと好感度が上がったりとか、あと、なんだっけ、兵道さんと話できたりとか、いろいろあったから帰ろう。あ、ファンキーだ、ファンキー。帰ろう。二人で帰る。まあ、歩いて帰った方がいいかな。もしかしたら、道中イベントあるかもしれないし、自転車に乗ってたらね、イベントマーカーが見えないとかあるかもしれないからな。なんかモード変わるし、ロード挟むし、ちょっと。なんかあるかな。あ、そう、かけいくんともまた話したいな。やべえな。1時間あっちゅう間に過ぎたな。結構濃密な1日だったな。で、3ヶ月でしょ。これ、終わるかな。終わったとしてさ、その他のルートとかもやるってなったら、動画でね。
向こう1年とか2年はこの動画でねやば、それはやばいな。ちょっともっとペース上げていきたいんだけど忙しいんだよな。頑張ってペース上げていくか、1日1日1回投稿とかに頑張りたいな。やるか。そうだね、ヒカメグ、そうだね、もうこれは仕方がない。そしたら卓一はメグルート行くつもりだったから、メグのイベント優先した方が良かったかもしれないな。何かの才能があるのかもしれない。おやすみなさい。確かめてください。あれ、あ、まあいいか、出て出て行こうよ大神先輩のこと知りたいしね。あら、土曜日駅前でデートだって。はい、というわけで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。また次回この続き見に来てください。それじゃあご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。